はい、マノチです。よろしくお願いします。タイムトラベラーズやっていきましょう。今日はあれですね、セクシービームですね。長かったな、ここまで。そうでもないか。いや、てか俺刑事編やりてんだよな。刑事編が楽しみなんだよ。詐欺師編、俺の助手からセクシービーム。ごめんなさい。篠原君、さっき話した通り、そいつは見ての通りのうっつりスケベだ。拾うふりして君の体を容赦なく覗き込んでくだろう。俺の指示に合わせてセクシーポーズを取れ。君のパーフェクトボディで高い度を納札するんだ。あれ、君は博士の。おお、任せろ。わい、谷間だ。寄せてあげて谷間を強調しろ。シャーラ君、ナイス谷間だ。あ、拾うの手伝うよ。ナイス谷間って好きだな。どうもすみません。ここで太もも、わざと転んで限界ギリギリまで見せろ。いいぞ篠原君、実にセクシーだ。ほら、気をつけなよ。潤んだ物欲しげな目線だ。上目遣いでおねだりするように。はい、気をつけます。行け篠原君、必殺のダメ押し谷間攻撃だ。ありがとうございます、助かりました。それでは取ってきました。ナイス谷間でした。恥ずかしくて死にそうです。篠原君よくやった。お礼におっぱいを揉んでやろう。え、ちょっと私そういうのは。でも博士がどうしてもと言うのでしたら、やっぱりできればこんなところじゃなくてもっと素敵な場所で。篠原君、冗談に決まってるだろう。そうですよね。当然分かってます。それぐらい。早速中身をチェックだ。いや、篠原くん可愛いね。可愛いね。見た目きつそうなんだけど、なんか可愛らしいですね。トリプル E を設立する前の炎上はヤクザみたいなものだった。当時沢木という刑事は丸棒で炎上をひどく叩いたらしい。その頃のことが相当悔しかったのだろう。沢木に復讐できるのなら金はいくらかかってもいいと炎上はよく話していた。だから沢木の弱みとなる映像なら炎上は必ず欲しがるに違いない。うん、これだ。これに間違いない。よし、この映像なら炎上との交渉に使えるぞ。でも博士、これは犯罪なのでは。いいじゃないか。あいつこれはボツにするって言ってたし。そういう問題ではなくて、俺は世間から詐欺師と呼ばれている男だぞ。今さら犯罪の一つや二つ増えても関係ない。学会のバカどもだって俺のことは無視しているしね。つまり俺に恐れるものなど何もないのだよ。博士は詐欺師ではありませんし、学会で認められなくても天才物理学者です。私はそう思っています。私、博士を犯罪者にしたくはありません。しかし俺は見事を助けなければならない。そうで、篠原君、どうしたんだ急に。え、てか今走ってったのもみこと、あ、いや走ってたのひなちゃんか。ひなちゃんか。そっかそっか。
まずい、篠原くんは炎上に捕まっている美琴のことしか知らない。こんなところで出くわせば当然不審に思うはずだ。どうしてここにいるの？それにその格好、人質になってたんじゃ。あ、いや、その、うまく逃げたんだっけ。まあ、博士、どういうことなんですか。すぐにわかるじゃないか。ちょっと先輩、メモリーカード取ったでしょ、返してくださいよ。博士、これはどういうことなんですか。すり替えにもう気づかれたか。これはまさしく最悪の状況だ。こうして俺は高井戸の手で警備室に連行され、窃盗の現行犯で警察に突き出される羽目になった。もうじき20時だ。世界の終わりまで残りあと数分しかない。このままではあいつと約束していた予定がこなせない。それはすなわち今の俺があいつの話をしていて未来とは別のタイムラインに迷い込んでしまったことを意味する。こうなってしまった以上、あっちの世界の俺がうまくやってるくれることを祈るしかない。ん？タイムストップかい？多分キャスター編を動かすんじゃないかな。着ぐるみの巫女が探していたのは誰？多分キャスター編じゃない。ひなちゃんが追いかけてたし、追いかけてたのかな、わかんないけど、ひなちゃんがいたから。はーい、これですね、キャスター編ですね。真実より重いものです。多分間違いないでしょう。これでキャスター編、真実より重いものです。たく、そんなことあるわけないだろう。あるわけないって言っても、実際視聴者からクレームが来てるんだって。なんでこんなことが起こってるんだ。機材のトラブル、それともすぐに報告しないと。倉本さん、倉本さん、いろいろとありがとうございました。またいつか一緒にお仕事を。お前と組むのは二度とごめんだ。待ってください。私確かに無茶をしました。でもそれはスクープを取るためか。そうです。俺は戦場カメラマンの友人を何人も亡くしている。その度に残された身内が悲しむのを見てきた。どうしても伝えるべき真実があったとする。しかしそれを伝えるために死んでしまって、大切な家族を悲しませてどうする。大切な家族。お前と家族になる夢を見た。お前と家族になる夢を見たんだ。大切な家族に囲まれて俺はとても幸せだった。倉本さんの言っている意味は分かります。だったらいい。でも私は危険だからといって真実を追うのを諦めたくありません。真実と自分の命なら真実の方が重い。この言葉の本当の意味がわかるか。それがわからない奴が軽々しく命がけの取材なんて口にするな。倉本さん、どうしてお父さんの言葉の意味を知っているんですか。今すぐ聞かないと。え、猫の着ぐるみ、バラエティーか何かの撮影？そんな話はなかったはずですが。あ、よそ見している間に倉本さんが行ってしまいます。でもあの着ぐるみも気になります。多分着ぐるみ優先なんじゃないかな。みことちゃん優先なんじゃないかな。倉本さんとお父さんのことは確かに気になります。けどなぜでしょう。あの着ぐるみ、心の中で無性に引っかかるんです。あの
さん、私です。はい。今日の取材でお会いしたじゃないですか。科学部の美少女部長で。え？あの、私です。あ、この子緑ヶ丘高校でインタビューしたゆりかさんから受け取ったビデオは見ましたか？え、そういえばあのビデオ。高校生ぐらいの女の子からのプレゼント。あんたのファンなんだって。あれってあなたが？え、もう見ましたか？ごめんなさい、まだ。いいんです、でも必ず今すぐ見てください。そうしないとみんな。みんなって？うまく言えませんけど、どういうことかはすぐにわかるかな。それじゃあ。あ、待ってください。タイムストップ解除。詐欺師編、俺が犯罪者になろうとも。よし、この映像なら炎上との交渉に使えるぞ。でも博士、もうちょっと行きますか。これは犯罪なのでは。いいじゃないか、あいつこれはボツにするって言ってたし。そういう問題ではなくて。俺は世間から詐欺師と呼ばれている男だぞ。今更これは飛ばしても OK かな。学会のバカどもだって俺のことは無視しているしな。つまり俺に恐れるものなど何もないの。博士は詐欺師ではありませんし、が私、博士を。ここら辺から顔移していけばいいのは。しかし俺は巫女を助けなければならない。そうですね、わかりました。私は何も見なかったことにします。そろそろ高井ども気づく頃だ、急ごう。よしよし、進んだな。キャスター編、ビデオテープはそこです。今回ここでやめますか。12分ぐらいですか、今。やめましょうか。よし、終わろう。続きはまた今度。終わります。バイバイ。